1945年8月6日午前8時15分、広島に原子爆弾が投下されました。これは人間の歴史が始まって以来最大の惨劇だと思っています。私たち被爆者はこの原爆のことをピカズルドンと言ってます。ピカズルドンと言ってます。当日はエノラゲイという B-20 がたった1機、リトルボーイという小さな砲弾型の爆弾がたった1発広島に投下されたわけです。そしてあの素晴らしい広島の町が一瞬にして消滅しました。ピカズルドンでピカって言いましたけども、最初の上空広島の上空580メーターで爆発したそうです。最初にピカってきまして核分裂が起こり、ガンマ線などの放射能が降り注い、私なんかは一般人の年間許容量の8000倍の放射能を浴びました。次にズルッ、高熱が、核爆発の中心温度はまさに250万度だったそうです。だから人間の中は溶けて影だけになってましたですね。それから後に数秒後には6000度の熱波が地上を覆いました。全てのものが溶けてしまいました。それから人間の皮膚はズルッときて、顔も手も体も全部膨張します。それから次がドーンというピカズルドンですね。そして爆風です。秒速500メーター、 3.3 の1平方メーターあたり 3.3 の衝撃波が襲いました。全ての建物が、全てのものがすっ飛んでしまいました。で、私はこの中で生き残ったわけです。皆さん、今私はこの衝撃波が襲いました。全ての建物が、全てのものがすっ飛んでしまいました。で、私はこの中で生き残ったわけです。皆さん、今私はこの美しい水の惑星地球が消滅目前だと危機感を持っています。私が遭遇したこの最悪の悲劇、原爆が投下されて60数年経ちますけども、今皆さんご存知でしょうか。あの全地球には私のあった広島の原爆の2000倍の水爆その他が何十万発とあるそうです。地球は200回消滅してしまうだけの核兵器をもうみんな保存してます。遭遇したこの最悪、その後の私の人生ですけども、この人間の理性をはるかに超えた究極の経験、その後私は原爆症で入院退院を繰り返しました。それに対する発病の苦しみ、悲しみ、怒り、絶望感、やっぱりあの結婚した人にも迷惑かけて、子供2人いますけども、長女はやっぱり被爆手帳持ってます。そういう悲しみもあります。それから私は3年間ぐらい市大病院、慶応病院、済生会病院、生身病院、入退院繰り返しました。さて、しかし今日現在こうやって21世紀まで生けられました。それは亡くなった母親の絶対的な愛と、もう一つ海なんです。私の祖父が船乗りだったもんですから、昔から私海が好きで、戦後ヨットをやってました。海に出ると非常にあの私廃棄士とか、そういうあの原爆症の副業があるわけですけど、海に出ると息ができるんです。病院からもう這いずり出してヨットレースなんか出てました。ですから海は私の命の恩人なんです。海の持ってる生命力というか治癒力というか、それによって助かりました。その海が今危ないということで私は非常に心配してます。だからこそ今海上保安庁と一緒に未来に残そう歩み、この基本的なノーマン広島も含めて、この素敵な青い地球を未来に残そう歩みとテーマでどうしても残していきたいと、そういうこと、そういう原点で私戦ってます。先日も8月6日衆議院参議院最高裁判所が首相が行って、あの暑い中1時間にわたっていつもメッセージを述べます。いつも思いますけども、同じことを繰り返しておっしゃってます。二度と
二度と過ちは繰り返しません、非核三原則を死守します、小泉さんも安倍さんも言いました。それは絶対に実行してもらいたいと思ってますけども、もうところは基本的にはあれ原爆はしょうがないんじゃないかというそういう思想が流れてますね。これは絶対許せないと思ってます。私たち被爆者、この長い間の苦しみ悲しみあんまり言うまいということだったんですけども、我々被爆者はもう何万人でしょうか、そんなにも生き残っていません。だから私は今これやっぱり言わなきゃいかんと思って、最後の最後の伝道者として、最後の語り部として、やっぱりノーマー広島というのを叫んでいこうと思っています。やっぱりそれで海、この貴重な海、この地球を救おうと、ですからノーマー広島をベースにして未来に残そう青い海、この精神で一緒皆さんと一緒に戦っていきたいと思っています。力を合わせてこの地球は守りましょう。